はい、こんばんは。やってきました、新水 YouTube チャンネルの時間でございます。お願いします。本日のね、メインパーソナリティは、新水ハグ、取締役佐久間亮です。よろしくお願いします。イエイイエイイエイ。いやいや、もうね、ゲストも今日は来てますよ。こんばんは、というわけでね、ありがとうございます。今日近いですね、ありがとうございます。というわけで、じゃあ今日も、はい、年末でね、なんかあれじゃないですか、ラフランス、ラフランスやん。これおかここ、ここラフランス寮になってる、ラフランスやん。それでは、今日も1時間よろしくお願いします。それでは始まりはあなたから。またラフランスやん。いやもうこれ何回やんの今日このくだり。いやー、どうですか皆さん、もう最近寒くなってきてね、体調とか崩されてないでしょうかね。え、今日なんかもうこの時期になったらね、この時間ゴールデンって言ったら地上波でさ、いろんな特番やってんじゃないですかね。え、まあ、いろいろやってると思うんですけど、ああ、そうっす。今日ね、ツイッター見てくれた方はわかると思うんですけども、今日はね、ね、12月ということで、もうもしかしたら僕、今月、今年最後の出演になるかもしれないので、5000来場者行きたいなと思っておりますんで、今見てる方ね、ツイッターとか何かしろいろいろちょっと宣伝してください。よろしくお願いします。で、いや、しかし、そんな中ですよ、こんな12月のゴールデン番組、地上波いろいろやってる中ね、こんなもう新水中、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、じゃあ今日はじゃあゲストがね、いますもちろん。どうでしょうかね。あ、もう来てますね。コメントもね、拾っていきたいと思ってますけども、昨日ね、やっぱ12月歌舞伎町怖いね。仕事終わって帰ってたら、やっぱ忘年会帰りのおじさんがさ、酔っ払っててコメント、あ、じゃあツイッターに書いたの見た。そう、そのネタです。看板を酔っ払いのおじさんがブワーン蹴ったんですよ。ブワーン蹴って、そのおじさん酔っ払ってて、その反動でブワーンこけて、でこけた瞬間に僕とちょっと目合ってもうて、そうで、そのおっさんが一言目に、何見とんじゃおらーって何見てんだよこの野郎、救急車やろこらって言われて、思って、12月の歌舞伎町怖いなって。いや、面白かったですけど、まあ救急車は呼ばなかったですけどね。はい、あ、ごめんなさいね、辛いですか。じゃあゲストの方行きましょうか。もう先から名前出てますね。誰だと思いますか。はい、今のうち、もう早く、もう今日もしょっぱなからもコメントもいかなあかんから、はい、はい、どうぞ。はいはい、オツオツ、玉を玉を玉を、レンジ、あー惜しい、あー一マコ、じゃあ、じゃあね、いきましょう。じゃあそれでは本日一発目のゲストでございます。多分人気投票第1位じゃないでしょうかね、今までのコメント数で。そうでございます、我らが、新水ハグ主任の、玉山隆二氏でございます。どうぞ。よいしょ、やった、はい、来ました。お久しぶりです。いや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 、あれかねえ、いや、ゆうじくんでも最近ね、元気でね、え、どうですか年末、12月の売り上げって思う。いやいや、わからんわ、めっちゃ被ってたでしょ今。ちょっとちゃんと映って。いやいや、もうちょっと、ま、俺か、俺すいません、なんか今僕がアホみたいな子になってましたけどね。はよツッコミや。そうですね、ありがとうございます。確かに玉山来ましたよ。ソファーとすごい、めっちゃ被ってるやん、ソファーと、ね、で、その横によく見て、
ラフランスやん、まだかっこいいやつな、お前、サクヤやな、うん、ラフランス、リョウだよ。なんでラフランスなったの、ね、ハマちゃんね、すごい人気が、すごいね大人気で、ね、やったコメントが、あの、でも、ちょっとあのモニター見ながらちょっと喋りにくいから、こっち来てもらっていいかなすげえすげえじゃないからすげえじゃない、一応これ、あの、お邪魔した、あの情報ね、あの、提供、あの、お送りしてるわけやからこっちでございます、玉山主任でございます、どうぞよいしょ、どうもお願いします、お久しぶりでございます、はいはいはい、それでね、もう一人ね、今日は来ております。最近多分、先週見てくれた方は多分分かってると思うんですけど、今ね、あの、新生ハグは、うん、あの、横浜のね、チームユニオンという横浜店の方とね、一緒に合同営業してるということで、前回は浩平取締役が神田な、コトロでって言いましたあの横浜店とね、一緒に営業してるということで、前回が浩平取締役と、ね、うん、出させてもらって出たということで、今回はね、あの、僕個人的にもすごく仲がいいね、あの、横浜の、主任でございます、千春主任です、どうぞ。よいしょ、やったぜ。はい、はい、来ました。自己紹介ね、じゃあ一人ずつ行きましょうか。じゃあ、まあ、あの、はい、僕から言うのもあれですからね、あるじゃないですか、みんな一人一人ね、もう今で言うと何ですか、なんたらかんたらなんたらですみたいな、わかる、わかる、ちょっとからね、いやいや、あるでしょ、あるでしょ、そういう無茶ぶり一番、アイボール的なランジボール、マジカルプリンスリーヤですとかほら、そう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 、あの、洋梨と読んでラフランスリョウとか、あれ、いろいろあるじゃないですかそういうね、あるんじゃないでしょうかね。まあ、どうですか、いや、ま、いや、そういうの一番弱いの知ってるでしょ、はい、じゃあ飛ばしてるいやいや、後回しの方がきついぞ。いや、ちょっと待ってください、今のは勢いで、じゃあ、りょうさんからちょっと見本見してください。いや、だから俺もやったやん、ほら、ラフランスリョウ、昨夜でも戻ってるけど、いやね、もうだからラフランスリョウ、もう今、僕はもう今、やったようなしかね、今紹介しましたもんね。じゃあ、もう千尋くんから。あ、そうだよ、千春くんなんですそうですね、結構個人間違った、はい、個人的に仲いいって言って、はい、そう、この前、うん、一緒に旅行行ったんですけど、みんなで行ったよ、旅行ね、グループで、はい、はいはい、ずーっと千尋、千尋って言ってた千春、ね、千春くんね、そうですね、はい、千春刃が素敵な千春くんでございます。ね、自己紹介の方をね。あ、そうですね。います、はい、はい。そう、千春なんで、はい、覚えてもらえたら嬉しいですね。ガッチガチやな。あ、そうですね。はい、いや、まあでもね、初めての時ってやっぱそうなるのかな。はい、いやいや、そうでしょう。ありがとうございます。もう俺で、俺もし、で、無理っすもんね。じゃあ、やっぱね、ハグのやっぱ、まあ、2回目ですか、出演は。2回目っすね。まあ、2回目の出演で、じゃあね、ぜひカメラの。今見てくれてる522人の方にね、何か一言とね、自己紹介。そうですね、最近すごいあれっすね、なんかな、うん、まあ、うちの代表、まあ、某アイドルユニットのすごい有名な、うん、まあ、玉森さんと、うん、で、なんか偽物の玉ちゃんって言われるんでね、うん、なんて言ったんですか、本物の玉ちゃんだよとか言えばいいんですかわかんねえから。はい、というわけで、それではみんな揃いましたか。あ、お茶の方どうですか。あ、すいません、乾杯忘れてたんですよね。乾杯忘れててね、あの、コメントをいただきましてね、あ、これ上手ですね、ラフランス、用なし、そんな僕は用事なし、やかましいわ何をうまいこと言わしとんねん、これやめてくれ。ありがとうございます。俺のやつほら作ってほしいの、千春さん、相葉ちゃんに似てる、似てる似てる、国民的アイドルですよ、うん、そうっす、嵐、危ないですよ、ね、そのもし本当に熱狂的なファンがいたら多分 NG コメントうわー流れますよそんだけ結構強いやつだ、おー、ほんまに、あのね、そう、さっきから言われてるジャケットお揃いですかって、ほんとや、なんか全然違う、そうですね、ほんとやな、インナーも一緒ですからね、インナー V ネック、インナー V ネックっていうのね、ゴールドのネックですちょっと似てるなっていうのもあるんですけど、すげえ、はい、じゃあそれでは皆さん、グラスの方どうですか、大丈夫ですか、皆さんグラスを持ってますか。じゃあそれでは乾杯、イエーイ、忘年会シーズンやからな、そうですね、今日も飲むよ、うん、今日もね、おっとその前にですよ、はい、ゲリラやっぱね、今は CM やっております、こちら、セキュリティフィールベターおめっちゃ今これ、
すごいやつなんすよ。 CM 見てくれたら、あれね、やっぱ悪徳っぽく見えるんですけど、あれはあえてのやつなんですよ。だけどこれね、すごいんすよ。で、俺今日500円で買いました、さっき。だって、まあ、乾杯する前にね、これを硬いわ、開かへんわ、硬っ。そうなんですよ、これね、アルコールの数値が、うそうそう、何この匂い、アルコールなんか何もしない匂いが、ほんま、うん、これでも、なんかアルコールに二日酔いとかになりにくい、絶倫になるっていうか、ちょうどいいやな。いや、もともと絶倫なんですけど、大丈夫でしょうかね。いや、これまあ、まあ、乾杯の前にこれは僕はいただきます、すいません。ラフランスやん。いやカメラ寄ってくださいよ。これラフランスですね。カメラ寄ってや。いや、遅いわ、遅っ。悪徳商法とか言われて、いや、いきます。そうですよ、すげえな、アルコール下げるんや、はい。そう、アルコールの数値が下がるんですよね。清涼飲料って書いてある、ね、そう、もちろんね、まあ、飲みやすくいね、ラフランスのやつでございますってことで、うん、まあね、やっぱ12月でこれすごい、500円高い、安いですよ、これでも、はい。なんかいろいろね、コメントいただいてて、うん、どうなんすかね、これコメントこう見てたら、みんなで見たら、ほら、見て、はい、今の見て、はい、大丈夫、病んでる集団みたいな。きつい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 、今の絵これどこ見たらいいですか。いや、もうカメラはね、こっちや、こっちや、はい、嘘くさいっすかこれ。でもね、僕お酒もともと弱いんでちょうどいいんですけどね。まあこの話続けてほんまになんか俺がしゃべったら嘘っぽく見えるから、もうなんかね、ほんまやからラフランスやし。はい。でもいつもめっちゃ飲んでますよね。そうなんですね。何味、俺も気になってたんですよ、うん、何味なんですよ。ラフランスやん。あ、本当や、用なし書いてるもん。うん、あ、本当に言ってたの、うん、真面目。そう、真面目に言ってんの。たまちゃん、絶倫だって言って、いや、お前なんかラフランスやん、くだりやろ今の。いやいや、ちゃんとやれや。ラフランスやん。いや、俺はそう、何やねん、そのグダグダ感。じゃあ俺やめてくれや。これ遅いんすよ、びっくりするわ。これがやっぱハグの流れなんですよ。そう、今のハグの流れ、ハグのくだりですね。そうですよ、これ皆さん、まあ、みんなこれ匂いね、これラフランスなんで、ちょっと匂い嗅いでもらっていいですか。いや、匂いしない、ラフランスやん、ラフランスやん。いや、コメントでラフランスやん、そこやん、コメント、みんな分かって、コメントのくだりいただきたいっすわ。そうです、ありがとうございます。というわけでね、12月入ってもう忙しいですね、最近。しかしラフランスじゃない、ラフランスめっちゃバタバタで、バタバタで、で、しかもね、12月入ってね、横浜店さんも10人ぐらいですか。そうですね、10人と一緒に今やってて、ハグの箱パンパンなんですよね。うん、人数多いのいいっすね。そうで、今ね、すごいね、活気のある感じになってるんで、まあ12月ね、例えば忘年会とかさ、うん、新水でぜひみたいな。おー、うん、いいっすね、新水プラン、うん、鍋しましょう、みんなで。あ、みんなで鍋を。でっかい鍋。そうですね、超でっけえの、それもしたい。ひりょうさん、だし汁になってくださいね。俺がで、ラフランスやんすね。いや俺、ほんまにやばいぞ、お前。このくだりで俺、たぶん年越してまうぞ。マジで12月の最後の出演かもしれへんのに、ラフランスで終わったきついぞ、俺。いやいいやないか。始まりもラフランスからやりましょう。危ない危ない。いや、始まりはラフランスからならへんやろ、そんな。はい、いや、ほんとね、そのくだりどうぞ。今日、いや、デジル出てます？なんか髪の毛、そうそう、前回ね、ちょっと上げてたら、髪の毛薄い言われ。まあまあ、それは俺もりょうさん言うなや。え、言うな。いやいや、まだ今見た目大丈夫やけど、家帰ったら結構ひどいですからね。いやいや、あれでしょ、いつもこのヘアゴムでくぐってるから。そうそう、でおまけにもう年取ってきたやん。いやいや、ちゃんと待って、年取ってきたらやっぱテカってるやん、火つきそうですもんね。なんかライト使えへんわ。お前、まあ、最近タバコ吸わへんけど、こうブワーンってなるよ、顔が引火する。なるか、顔面ポテトチップス誰がやんの。びっくりするわ。うまいな、あの人。ねえ、いや、風邪気味ではどうですか、体調とかみんな壊してない、大丈夫。いや、もう全然、はい。てか、もうちょっとなんかの飲んでない。そう、飲んできましたね、もう。お前ちょっと、これ持ってきてー。もう酔っ払ってるわ、番組ならへん、この子。はい、結
こういきなりなんか飲まされたらなんで。でも今日あれや、ちょ緊張する思って、もうとりあえず飲んでこうなんで。ああ、まあそうですね。なるほど、はい、飲んでこうかなと思うんで。なるほどね。もうね、国民的アイドル頑張っているよ。国民的アイドルいっぱいいますね、代表なんかね。ねえ、ほんとに。キスマイやし、嵐やし。はい。りょうさん何でしたよ、昨夜 ED。 誰がインポテンツやねん。さっき絶倫や言うだよねん、これ。絶倫や言うたの。絶倫、昨夜 ED。 EP や。EP。 投げキスして、これ毎回。いいですね。あ、たまちゃん投げキスして、ほら早くってせかされてる。やっぱいいね。本物のキスするわ。うん。皆さん大丈夫ですか、体調の方は。これからだってさ、お酒結構飲んだりとかさ、ね、忘年会シーズンで、ね、看板蹴ったらダメですよ、本当に。ほんまびっくりしたよ、昨日。それはもう、救急車呼んであげたんですか、ちゃんと。いや、呼ばんやろ、だってそんなベロベロのおっさんがやで、看板ガーン蹴ってこけて、救急車呼べこらー言うて。そうだ、話したいですよね、そういう人と。いや、俺はもう、もう笑いこらえんのに必死で。でもそんなおいちゃんと結構仲良く飲んでますよ、たまに。いや、けどさ、たまにな。昨日俺もう全然ドシラフで帰ったからさ。うん、いや、ほんま怖かったわ。なんで救急車寄ったら呼んだらダメですもん、ほんとに。まあまあ、間違えて連れてかれるかもしんないです。逆にな、こっちは見たら俺が危ないみたいな。この辺危ないですけど、みたいな。誰が気付きますかみたいな。誰がマサー立ち上がれやな。スカルプに使ってるけど、こっちは立つんですけどね。立つよ。お前すごいな。いや、なんかいじるな。違う、なんかめっちゃ言われる前に言っとこうかな。めちゃめちゃいじるな。危な。そうなんですよね。なんか俺いじったらめっちゃ喜んでコメントめっちゃ増えるやん。いや、俺も5000を狙ってるんですよ、真面目に。コメント、あ、コメント5000な。あ、そこにあるんですね。そう、こっち見てあるよ、あれは。そうだよ、だな。チャールくんって可愛いよね。いくつやったっけ。僕今27ですね。27ですよ。可愛い。27でさ、あれか。そうですね、こんなんとか潜在多分見てくれたら思うんですけど、もう27でやったらあかんよ、あれは。まあ、ポップでキュートが一応テーマでやってる。なんやねん、ポップでキュート。でもいいっすよね、それ、そできるから。ハリーパムパムか、お前。いや、もういつまでも続けても。僕もしてた。僕もしてました。だから、りょうくんもしてたやん。あ、ポップでキュートは僕、ないと思うんですけどね。たまちゃん、いくつって。いや、知ってるでしょ。いやいや、聞いてくれてる。あ、聞いてくれてる。あ、聞いてるんですね。はい、僕は29っすね。あ、29っすね。僕の1個下なんですよ、実は。そうなんですよ。結構年齢層高いですよね。鼻違いの種違いでね。うん、いや、でもそらそうやろ。そらそう。なんやねん、学年ももうかぶってるみたいな感じですから。そうやな、中1、中2、中3みたいな感じかな。あ、ちょうどいいですね。そう、そういう感じで。パシリみたいな。いやいや、そういうわけじゃない。まあ、でも、なめかけさせられるからね。いやいや、俺、先輩出してくださいよ、みたいな。パシリなんかじゃ、早いお茶入れてくれへんかな。あ、すいません。あ、入れてくれ。入ってる、入ってる。あ、ラブランスや。あ、おい、酒はやめろ。酒はやめてくれ。酒はあかん、俺には。酒はあかんですよ、本当に。すごい、でも俺、チャールさんのいいっすよね。顔かわいい、かわいい言われて。でも、りょうさんとかでも、多分俺とか、顔の系統似てるやん。多分かわいいっていつまでも言ってもらえる。そうやね。俺なんで16の時から言われてましたよ。何が何が。16の時からもう今のチャールさんとし言われてましたからね、マジで。なんかもうお前のなんかジャケットチカチカで眩しい。眩しいっすね。いやいや、だからそっちで同化してたんですよ。苦しい、もうチカチカやわ。カラフルですね、すごいね。苦しい。いや、俺も本当はグレーが好きなんですよ。ああ、なるほどね。でもやっぱね、いい色してるでしょ。色してるでしょ。ほんわりしてね。もう外は真冬やのに、僕もう冷や汗タラタラですからね、今。まあね、一旦じゃあ、50分になったということで、まあ、CM 中にちょっとね、トークの打ち合わせの方しながらね。じゃあ、それでは、いいでしょうか、一旦 CM の方、どうぞ。
かっこつけてんなぁ俺これ無理やろ今回CM 明けのなんかもうプレッシャーやめてほしいわきついわーかっこつけすぎやろおーいかっこつけすぎやろ何なんでしょうおーはいこっち来て何これ、はい、どうした12月18日俺らのレンジ代表のマステがありますんで皆さんよろしくお願いしますいやゲリラ告知ゲリラ告知ありがとうございますいやいや早いやろちょっとちょっと仕事中やコメントあげて仕事中やからなんてだってキスマイと嵐よいやみんな、うん、かっこつけてんなー思ってかっこつけてるやつだやろリュウジのかっこつけてる時全然親しくない何してんの思ていやそうですよ今週ですかもう今週ですよなるほど早いなやっぱ日にしたつの18そう番宣に来ましたね番宣来よったよいやいやそれはやっぱもう今日俺やからメインパーソナリティそう今日俺やめてくれますでジッパーあれだよあ宣伝だけ来ました俺宣伝だけ12月18日にそうバースデーということでバースデーイベント行きたい来て行こうすぐ来て行こう今から来ようそうですよちょレッチ風にやってレッチついのあれついたのアイコン変えたよレッチに変えたよ俺そう感じ違うからメンジのはいでもそれでも今日は許すわ来てくれたらねでももうあの忙しいんでしょ今それだからちょっとね行ってこようかなじゃあキス顔だけやってほしいじゃあ最後チューだけしてもうあのいや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 それそんなんねまたそっからしたらそれが俺らですね視聴者の方とかもさせっかくこの3人の感じを見てくれてたのにいきなりこうなんかもういやいやキス犯された気分やからほんますか最後ちゃんとねあの落ち着かしてその見てる方は今ねもう2000人近くいてはるのでよかったリップ塗っといてさっきリップ塗っといてよかったアップアップもうねえどうするじゃあ俺キス顔して消えるよキス顔して消える12月18日ハピバースデー頑張ってね待ってますみんな来てねうぅありがとうございますおめでとうございますいやびっくりしたすごいなゲリラあれだけのために来たほんまに持ってかれますねあれ絶対暇やぞそんな忙しないぞなじゃあ今日チャンスですね来るなら確かにそんな忙しないぞまだおるわ声聞こえるもんまだ行きたくないまだ行きたくないやろもう一回行きたいやろうん、欲しがりさんやね。いやぜひ皆さん12月18日ね我らが代表レンジ代表のね、誕生日ハッピーバースデーイベントになっておりますんで見に来てくださいっていうかお祝いにねぜひ来てくださいお願いしますそうっすで、あの番組宛てにもねやっぱり前々から言ってるねはいこっちかいろ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 くだねいろいろうんそうぜひぜひやってみたかったくださいということでいやそうですよほんま今週俺らだからねレンジ代表のバースデーがあって、はい、で横浜店さんも合同になってもう1週間今日で、うん、で代表のバースデーあってクリスマスですよ、うん、ですねうわもうこんな言うてる間に早いですねで年明けるわけやけども皆さんどうですかもうクリスマスの予定とか、まあ、あまりあえて聞かないです僕ははいあのクリスマスの予定はね、まあ、あえて聞かないですけど、年末年始の予定とか皆さんどうですか？何かありますか？なんかどうするとかあります？年末チャルイ君自体はそうですね、地元はどこなの？僕青森ですね。あじゃあレンジだよと一緒なんだ。そうみたいな。僕辞めちゃったんだよね一回進出。あ一回そうだ一回やめたよね僕出戻りなんで出戻りっ子だはい言っちゃうんすねあの聞かないのちゃんでそうやでも出戻りはいうんうんうん青森なんだ正月とかやっぱ同窓会とかする人が多いんだそうですね同窓会全然呼ばれないですけどね俺も全然呼ばれへんわ誰も呼んでくれねえ予定やろ地元大分やもんね九州やから温泉しかないんでね別府はいああなんかその年末年始の予定あるの年末年始は、うん、まあありますね家で
あれ内勤の人の家に行っておせち料理食べる。お前この会話がこの会話が家か。いやいや真面目にこの会話が家か。びっくりするわ。いやあレンジ代表も帰りました。やっぱ忙しいみたいですね。青森イケメン多いの確かやな。そうですね、よく考えると青森イケメン多いですね、うん、かっこいい。はい、昔はね九州って言われたけど最近青森いいですね。そうですね、最近は北海道とか、ね、港が北海道ですね、うん、まあ港北国の方が。そう、北国の方が肌綺麗ですからね。そうだね。あ、ハワイに行くとかもある。この時期も行きたいけど、このもう取れないでしょこの時期に。ハワイは今そりゃね、あの静岡かどっかのやつだと行けるでしょうね。何してハワイアンズ。ハワイアンズ意味が全然違う。近場でね。なるほど。大阪、そうですね、大阪に帰りますね、久々に。え、家あるんすか？あるわ。あるんや。一回なかったけど。昔一回実家帰ったらなかったけど。表札変わってた時期あったけどな。青森どこ出身なの？青森、あの南部と津軽ってあるでしょ。そうだ、僕南部の方ですね。ああ、じゃああんまり方言強くないんですね。はい、あんまよくわかんない。そうですね。いいな、青森。青森、行ったことないな。青森ね。青森でも楽しいですね、やっぱりみんなお酒好きなんで。やっぱりそうなんや。ずっと飲んでくれるんで、ね、そんなん言ったら九州の人もお酒飲むやん。いや言うでしょ、そうやって、うんうん、なんかよくね、やっぱ九州とか東北って酒強いとか全く弱いですからね。あ、ただまあお酒を盛んに作ってるってだけの話。なんかその酒を飲む場所が好きなだけですね。ああなるほど。別に酒が好きとか、まあ、確かにね、まあ、高い酒が好きっていうのは確かにあるんですけどね。シャンパンとかね。シャンパンとか。そうシャンパンとか、ね、そうクリスマスだし。そうクリスマスシャンパン。話が前後しすぎてて。はい、いやでもそうよく考えた、あれだよね、スノボをする。あ、スノボしますね。スノボすごい上手いのよ。これなんかこれ。あ、今なんか今びっくりした今。赤レンジャーかな。なんでも昔からそうなんですね、うん、昔からなんかモテるだろ、これかっこいいやんみたいな、これやったら女の子にモテるっていうのを始めるのが好きで。そう、僕人生で4回ぐらいしかやったことなくて、今年かな、今年一緒にね、まあハグみんなでスノボに行ったんですけども、その時になんかヘッドホンつけてさ、音楽聴きながら滑ってやがんの。いやいや、かっこいいやん。危ないやん。危ないですね、そんな。危ないでしょ。いや、ちゃんと見てますからね、いろいろ。いや、そんなことしてました、俺。お仏壇の浜や。浜や。長谷川じゃなくて。長谷川？え？浜屋でしょ。お仏壇の長谷川ってあったんですよ。違うよ、お仏壇の浜屋でしょ。年末に死ぬ話やめてもらっていいですか。死ぬ人多いんやから年末に一番。いやいや、すごい。りょうさん、カルタめっちゃ強そうで。何、カルタ強そうな人とかおる？わかる？あ、りょうさんでも強そう。そうですね。嘘やん！なんか、なんか違うやつでもなんか言ってなんか決めそう。自分で言うから取るみたいな。カルタりょうさんのカルタ作ったらいいやんか。もう全部下ネタになってまいやんか。いや、それでいいんや。いやいやいや、そんなんもうパチンってまいそうやけどな。カルタな。いやいや、いやカルタとかやります。やったことある？カルタ小学校の時も俺カルタ先生って呼ばれてましたからね。カルタ先生。カルタ先生ですね。カルタ先生はどういう教育をなさるんですか？もうね、はい、もうすごい、まあ、やっぱり俺お前な、もう見切り出しちゃってな。ボケんなや。もうほんまに見切り発車でボケたらもう疲労骨大変やからね。いやいやいや、いやでも僕もカルタと友達だってよく言われてます。おー、カルタのこれも絶対言ったらこれおかしなるやん。いやいや、拾える人だから言ってるんですよね、うん、あー、なるほど、わかった。全部任せよ。わかったわかった。全部投げっぱみたいな。カルタ友達って、まあ、大体どういうそのお友達とどういう活動をしてはるの？そうですね、うん、やっぱり常にまあいるっていうね、うん、カルタと一緒にいるっていう、うんうん、まあ、あって言ったらあ、このようになるやん。このようになるやん。そうだね。でもりょうさんも言ったじゃないですか、カルタは俺の彼女だぜ。そうやね、よくな、ほんまにカルタと一緒に寝てるから。カルタは片手にな。カルタは片手に、ね、カルタ片手に。ほんまにそうっすよ、芸人じゃないですよ、僕ほんまに、ホストですよ。芸人でしょ。
思ったて買ってきた。え、音声やばいんですか？音声やばい？割れてる。あー、おかしいんですか、ね、俺の声がガラガラやからない。え、音声おかしいんですか？なるほどね。あ、音声おかしいんや。いや、下ネタ言っててもこれ出ますからダメでしょ。そう、これおかしいですよ。あ、音声割れてるんや。声がでかいんかな、俺の。あ、治りました。ありがとうございます。やっぱでも正月もいろんな遊びやりましたもんね。百人一首だとかさ、うん、花札とか。花札は違うでしょ。え、花札って正月にやるもんか。まあ正月にやるもんですね。いやいや、たこ揚げとかやるでしょ。ああ、たこ揚げな。花札やってたってどんな家で育ってるんですか。いやいや花札って博打でしょ。いや、花札って博打なの。あれ博打でしょ。ほんま？じゃあ、いや、もう全然今覚えてないけどね、ルールは。今、大人なんてやってないから。まあまあ、別に やってたっすけど、でも、子供の時に花札。いやいやいや、親父に教えてもらってやりましたけど。子供の時、僕も麻雀を教わりましたよ。お正月。俺、麻雀未だできない。俺も麻雀できないっす。僕もやらないっす。だからね、覚えるの大変です。ギャンブルをやらないからね。そうですね、ギャンブルは。まあ、ホストの仕事を選んだ時に俺、ギャンブルと思ってますからね。一か八かみたいなね。うん、なるほど。もう今のもうトークも一か八か。いや、もうね、大体もう今日は全部、まあ一番実のところ、りょうさんとは出たくなかったと思う。本当は絶対なんかすげえぶっこんでくると思うんですよね。そうですね。いやいや、それはそうでしょう。うん、怖いもん、たまに会話がね、それ今言うみたいな。いや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 、それはそう。もうなんか下ネタ五一五とか言われてるけど、そんな、まあでも確かにね、いや、ホストたるもんやっぱ瞬発力が大事ですから、はい、やっぱそういうね、こう、なんでしょう、このね、やっぱ皆さんのコメントの無茶ぶりに対してね、うん、やっぱこう、トークを広げたりだとか、うん、やっぱね、やっていかないと、やっぱホストたるもの、はい、生きていけないぞと、うん、このね、もう、よく見ますよ、なんか、グイグイとか言って、はいはい、やってるじゃないですか。もう、あれはもう、嫌い。グイグイ、はい、グイグイ、グイ。嫌い？あ、違う、ちょっともうサイレントでも。ああ、まあ亮さんグイグイ嫌いっすもんね。そうなんですよ。確かに。もうほんなんだって、そのグイグイとか言って女の子を楽しませるだけやったら、昨日看板蹴ってるおっさんでもできるで。ああ、そんなん、まあ、よ、あっちの方がグイグイ来る。いや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 、そりゃそうだよ。ほんまにもうそのホストなんで喋ってなもんですから。もうね、本当にもう話確かにうまいっすよね、亮さん。いやいやいや、そういうわけじゃないですけど、やっぱね、そうやっていかないと。はい、で、まあね、もうグイグイしてそれで盛り上がってるだろう、楽しいとかって、そんなん誰でもできるからさ。確かに楽しかったら勝手に飲んでますもんね。そりゃそう、そりゃそう。グイグイなんか言わんくても、まあでも盛り上がるのは確かですけど、一気飲みはね、体に悪いしね。あ、ダメです。こないだそう、やっぱまこと取締役おるやん、はい、もう二人で出た時もおっさん二人でもう一気はやめよう言ってもう体にも次の日しんどいと、うん、もうそういうのもあって、まあね、飲まれへんなら喋ろうという意味もありましてね、喋らなあかんなと思ってるんですけども、喋り上手。いや、ありがとうございます。でも今日はもうね、5000円目標でいくんですけど、もう3000円来場者が ね30分で行きまして、いいペースでございます。ありがとうございます。お、すごい、うん、でも12月のこの時期、はい、さっきも言ったけどさ、いろんな何やっぱ特番、ね、多いやん、やっぱ番組多いですね。そんな中このね、新数 YouTube チャンネルを見てくれてるという、いいですね、ありがたいことですよ、本当に。このいいんじゃない、ニコ生ニコないと、これもう地上波行きます。すごいな。月9行きましょうか。月9月曜9時からは言って始まりは、あなたから、はい、始まりはフジテレビ行くかしゃいましたね。今の NG ワードで、はい、キャンセルの方でよろしくお願いします。すいません、そうですね、特番より新スマの番組の方がいい。ありがとうございます。ありがたいです、ありがたいです。ここ、ね、これちなみになんかさっきからちょ分かってへんやろ、 WWW、 はい、WW が分かんない。どういう意味か分からない。わらわらわら笑う、あ、笑う、笑って、みんな笑ってくれてんのこれ。笑ってる。そう、でもめっちゃ爆笑してる。もう大爆笑もう大爆笑ただこれ、まあ、ちなみに大爆笑やけど、千春くんの場合は、はい、笑われてるの笑いか。ああ、でも笑われるのは好き。笑われるのは好き。そう、ね、
まあ僕らホストたるまでやっぱあの、ね、人を笑かしてるか笑われてるかの区別がまだついてないということでそうなんです、あのこのザワザワワラワラってね、これザワザワって俺のワードじゃないですか。あ、カイジや。そうですね、なんか言われますもんね。ちょっとマニアックすぎてこの多分今見てる3000人の方には伝わりにくいかもしれないですけど藤原竜也じゃなくて俺に出ろってシーンやったんですよ。ざわ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 。なるほど。いやー、まあ、いろいろね、このやっぱ知ってました？僕すごいネットオタクなんですよ実は。これみんな知ってますかね、オンラインゲームとか。だからこのネットのこのなんていうの、まあ、ZZ とか寝てはるんやけど、その Z って売ってる時点で起きてるやろって話なんですけど。あ、これ寝てるっていう意味なんですね。そうですそうです。いろいろあるんですね。うーん、はい、ORZ とかね。あれなんなんすか、俺気になって。 ORZ って知ってますか皆さん。今出せます、ポンと。 ORZ の意味は、どう思ってるの。 ORZ 違いますよ僕。あ、そうです、来ました、これです。これの意味知りたい、これね、これこの、はい、これなんか、あー、わかりますか、下の、はい、今 ORZ わかりますか、これこれね、そうです、がっくりとかね、はい、これは人間の形になってるんですよ、要は。あー、王が、すごいですね。だから要はORZ ですよ、これ今わかりますか。ちょ足かぶってんねん。え、 Z になってるやろ、 Z、 こう、R、R、 ほう、はい、今 ORZ のコメント見せ流して、はい、お願いします。ORZ 出した、ぶわ流して、ぶわ流して、はい、早く流して、恥ずかしいから俺早く、そう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 、どん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 、そう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 、そういうこと、そういうこと、わかる。そう、こういうこと、こういうことでございます。そうそうそう、こういうね、がっかりみたいなね意味があるんで、そうです、ございます。逆なんですか、逆ですか、逆ですか、わかりました。こういうことです、どれがっみたいな、ここにこうやって下半身出してくる。そうです、 ORZ でございます、はいはい。詳しいですね、オタクっすね、やっぱりようさん。オタクなんですよ。もう家行ったらパソコンしか触ってないですもんね。そうなんですよ、なんでかって言ったら今日スウェットやから動きやすいです。やりやすい、フットワーク軽いですよ今日は。そうです。でさっきありました、なんでしょうね、 ORZ と、あとなんかあったな、あの、W なんとかかんとかみたいなやつあった。あ、のしのしってあるでしょ、さっきカタカナでね、はい、のしのしって、あれは手を振ってるっていうね、バイバイっていう、振ってるってことか。そうそう、のしのし、今ちょっとのし、あ、そうそう、あれあれ、手を振ってるっていう、こういうビビッみたいな、ほら、いいでしょ、ほら、オタクなんですよ。やっぱやってよかったんや、バックから。そうです、バックからやっときゃよかったそうでございます、はい、それでお店、はい、そうですあれ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 、W なんたらかんたら、あれの意味は W なんたらかんたら、 WKTK、 WKTK、うん、KTKR、 あれ気になる、 KTKR ってどういう意味なのかな。これ何、これ何、これ KTKR、 ちょ、じゃあ、あ、わかったわかった、 KTKR、 こう、え、また来た、こういうことちゃうか、こうやって行けばいいんですか。そう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 、来たこれ、来たこれ、いやいや、それどこの店KTKR、 すいません、すいません、来た、もう寝てはるのもんね。いや、オタクなんですよ僕。そうです、結構ね、一応、え、りょうさんがこれ読める、三角、いや、あれでしょ、ほっこり、丸か×か三角で言ったら中途半端で三角ってことですか。来たこれっていう意味だよ。あ、そうなの、絶対違う。ああ、来たこれね、 KTKR、 おー、あ、来たこれって。あ、そっちね、あの三角の意味は分からんか。はい、あー、なるほど。あ、りょうさんかっけーみたいな、あ、そういうことな。ありがとうございます。もう全部それでブワー流して、両三角形って、両三角ください。やめましょう、明日から秋葉系の人しか店来なくなっちゃうやん。いや、めっちゃ俺楽しくなるやん、そんなすごいことになるでしょ。あ、すいません、 GGYK って、 GGYK、 GGYK ですね、 GG 脇くせ。あー、え、違う、あって、違うんすよね、ここ今でも一生懸命ね、コメントの方ね、はい、量をかっけいっぱいくれてるから、はい、それに来たっていいかな。しかも量の字間違ってますよ、一人あー、なるほど、いただきます、ありがとうございます。 GGYK、Z ってこと。あー、G、 GGYK ですね、ダナキャラニューヨーク。これ DKN ってあれでしょ中二病みたいな音っすよね、え、違ったっけ、もうええやん、もうええわ、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。いや、でもコメントすごい、ありがとうございます、ありがとうございます。そうですね、
そうなんですよ。ほんま僕ネット文字はすごい詳しくて、うん、アメリカのネット文字とかあるの知っておるんですか。なんすかアメリカ XD とかね、 XD を小文字で打つっていう。そう、ロールっていうね、笑い、わらわらみたいな。そうです、この XD っていうのは今あれですよ、あちゃーっていう。そう、これ XD って出てるでしょ、これあちゃーってこと、意味わかる、あの、目、X がこう、横文字なの、顔が横なの。そう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 。え、どういうこと。顔が目やねん、あれ、あれは目。はい。だからこう、こういう顔文字、あちゃーみたいな。へー、あー、そうそうそう。これね、海外のオタクが、びっくりした、俺 X 使った時点でなんかまたあの、そうそうそう、ネタで俺をバカにしてくるんかと思って焦った今。はい、あの、RFR、それ完全にラフランス寮やろ。いや、これから流行らそうとしてるやん、そのなんや、そのネット用語で寮を呼ぶとき、RFR みたいな。今日から毎日マイクで RFR って呼んで、その RFR ってお前、ラフランスやん。ラフランスやん。あの、ビキってググってやほれって。いやいや、もうね、ありがたいですね、ほんまに。いただきます。いや、もう今のコメントじゃあちょこっとずつ拾っていきましょうかって言っても、あのコメントがね、ラフランスそう、もういいんですよね。あの、なんかあります、質問的なやつ、いきましょう。今からハートもいっぱいいただいていますね。ハートハートね、ハートですよ。たまちゃん、今日のファッションポイントは。いやー、ここおすぎさんでいきます。かすぎさんです、うん、ピーコか。せめてもらっていいですか。おすぎはピ、あれや、映画やな。涙で映画が見えないっつってね。そうそう、感動の、感動のっつって、もう涙で映画見てないですからね。はい、ファッションポイント、よ、たまちゃんの今日のファッションチェックでございます。俺ですか。あ、俺これ自分で言うやつですか。いやいや、けど分からへんからさ。あ、ファッションポイント別に俺、あの、おしゃれでもなんでもないんで、特にないんですけど、ただ単に派手な色を好きなんで。ああ、派手な色ね。漫才師言われてね。そう、漫才師言われてるんですよね。これ近く見たら別に漫才師要素ないよ、うん、多分ルパン三世を見て。いいですね。ちなみにこれ赤いジャケットはちょっと考えた。はっ、派手な色。そうなの。あなたはね、もうね、もうブルマを履きなさい。ブルマを、ブルマ、うん、ブルマを履きなさい。もう今日今からブルマ履きます。ブルマ履きます。うん、続いて、あ、まあね、ジャールくん、ちょっとジャケットちょっと被ってる感じなんですけど、ジャールくんの今日はファッションポイント、あ、いい時計してますね、可愛らしい。そうですね、ガガミラのね、時計に。でもまあ時計より僕はこの V ネックを、 V ネックはね、この深さ具合でね。なるほど。ここ見てほしいですね。胸の開いた具合のね。そうですね、ディープなんで。そう、全然でも、まあ、似てんな。似てますね、生地も一緒ですからね。一緒やな。ちなみに、さっきは出ませんでした、これ。そうなんですよ、これね。実は僕、今日、ミーティングで、普通にこれも、ごめんなさい、ね、スウェットなんですけど、スウェット、ちょ、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。で、スウェットで、まあ、普通にセーターやったんやけど、これでちょっとニコ生とか営業出んのは、ちょっと、あれかなと思って、ジャケットを買いに行きまして、はい、ほんじゃ、かぶったっていう。かぶらせたんじゃなくて、びっくりしたわ。かぶったんですよね。俺も中、みんな実は赤っていう、うん、両方とも買ってましたっていうね。暑くない？暑いっすね、ここは。ジャケットいくら、やっぱ値段とか、これすごいね。うん、これはジャケットね、ちょうどセールでね、2万しなかったんですかね。うん、2万してないですね。やっぱ俺も1着買ってもらえたこと。ああ、なるほど。さっき初回も言ったもんね。うん、ちなみにこれ、あの、ノー ID って言って、すごい結構愛用しているね。その昔、そのね、エンターテインメントの活動してる時に、まあ、衣装提供してくれてた人のスタイリストさんがね、今やってるとこのブランドで。だから、結構好きなもの置いてくれてたりしますよね。うん、結構これな、脱いだりとかな、したらな、めっちゃコメント、ピャー去年から。ピャーっと。ね、BL 的なな、うん、ことやるとコメントがすごい伸びるんですけど、僕脱ぎたいんですけど、脇痩せすんごいのよ今。俺
俺前それね、本当にびっしゃびしゃよ。りょうさん、いつか本当にやってやるこの男と思ったことが一回あるんですよ、うん、俺のお客さんの席座ってる時に、うん、なんか俺、りょうさんがいなくなって席戻ったんですよ、うん、で、汗かいたから顔拭いたんですよ、うん、したら、あっつって言われて、何ってで帰りぐらいにお客さんに言われて、うん、いや実はあって言ったのに、やっぱ言っとくわ、りょうさんめっちゃ脇拭いてないって言ってたんですよめっちゃ顔面浮きましたからね、それで本当やったろ、この人を捨ててよ。関西人はやっぱおしぼり出てきたらまず手拭いて、顔拭いて、脇拭いて、汗が出るとこって、ほんで靴下脱いで足拭いてね、ほんで、まあ大事なとこ拭いて、ほんで、まあ今日も風呂入らんでええわって言って、いやいや関西人そんなことしないよすいません、そうですね、で関西人の人でも多いですよね関西はね、みたいな、はい、もう自分がやってること全部関西代表で出てる感じですかね、さった、そうそう、怒ってください関西人、ごめんなさい、そんなことないですね、僕だけです、はい、僕と僕の親父だけですだってそんな俺そういうところで育ったんやもん、うん、親父だってわけ吹いてたもん、なるほど、うん、まあ、ね、おっさん、おっさんやで、ほんまに、ほんま正月もね、奈良県ってさっき言ってたけども、奈良県ね、正月はすごい雪降るから帰りたいんですけどね、なんか行けないかもしれないですね、しますね、しかも、うん、そうですよ、おい、5000人行くかな、今なんぼなん、今ね、もう4200ぐらいで、ありがたい、すごいですね、そりゃもうバンバン行きましょう、おせえ、りょうさん裸になったらいいんじゃないですか、ここでおしぼり実演したら上がるかもしれない、いや裸になったらええ、際どいトークとかな、裸になったら赤い、際どいトークはね、結構りょうさんぶっ込むけんやめてほしいって千春さんは後で思うと思ういや本当りょうさんやめようみたいな、結構僕そういうの好きなんですけどね、あ、際どいトーク、際どいトークね、あー、なるほどな、際どいトーク、これ CM 入れます、入れないとダメですか、あ、じゃあ際どいトークちょっとあれなので一旦 CM の方いきます、それでは一旦 CM どうぞ、キッキーン、プラスレッドブルを超える大人気ポピュラードリンク、二日酔いがなくなる、お酒が1杯しか飲めない人が5杯は飲める、30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変、これはね、そういう手のタイプはちょっと本当もう毎日それが嫌で、今日もちょっと持ってきたんですけどダメなんですよ、これ飲めるんですか、これラフランスやん、え、これほぼゼロじゃないですか、これすごいわ、今までのものとは次元が違います、ぜひ一度お試しください、スタッフさんなんかランダムで流れますんでみたいな言ってたらがっつり俺の来たやんラブランねえ、あれあれなんかね同化してますよ、うせやん、綺麗な色ですね、ほんまめっちゃ眩しいやろてかね、はい、りょうさんんいいですけど、うん、めっちゃ脇汗出た言うたやん、めっちゃだって大変やねんから大変なんやから、いやでもね、もうラスト10分なんでコメントがねやっと3000乗っかったということで、いや、ありがとうございますけど、ちょっとね裸やん脱いでるやん
いや見てほしいなと思って。びっくりするわ。めっちゃ乳首。めっちゃ乳首。僕めっちゃ乳首黒いですよ。すいません。ちょっとモザイク入れてもらって。すいません、ちょっとあの二人の絵でいいですか。ちょっと今綺麗な映像、ちょっとあのこっちのカメラで。こっちは。おい。乳首めちゃめちゃ黒いぞ。黒い。これ映されへんやろ。こんくらいやろ、こんくらい。びっくりした。うわぁ、乳首の色、俺も黒いような気がする。乳首黒いなぁ。びっくりしたわ。乳首黒いっすよ。あー、まあ、でも、黒ってきた。千春くん、もしかしてこの番組見たことあるのかな。いや、初めてですね。初めてあ、そう。もう内容は全然わからないですね。まあ、新水 YouTube チャンネルっていう番組なんですけども、ここの、まあ、中がね、まあ、キス顔って言って、うん、やっぱラスト10分キス顔でコメントぐわー行こうかな思ったんですけど、いきなりな脱がれてそれそんなん今どきさ、裸にジャケット着てんのな、光源氏ぐらい光源氏以来ですね。そう、年の差バレるよね。じゃあね、じゃあここでちょっとね、どうですか、あのせっかくなんで皆様からシチュエーションをいただきたいね。今から1分間でバーッと、どういうシチュエーションでカメラに注意が欲しいかっていう、はい、お願いしますよ、ぜひ。はい、はい、っていうか俺赤っね、赤いですね。それ脇汗つく前に返してくださいね。そうやな、とりあえず熱いわ。クリスマスの、あ、クリスマスに告白した後にチュー。ああ、はいはいはい、やっぱ女の子ってすごいよね、想像力が出てきますね、どんどん。すごい、なんか病院で寝込んでいる彼女にキス、すごい、それはすごい。いやでもやっぱ旬なのでね、やっぱクリスマスで告白ですよ。クリスマスで告白したという体でチューみたいな。あ、いいな、これいいな。あー、なるほど。放課後の教室もいいけど、それはちょっと いただくとして、告白、ね、じゃあ千春から、あ、じゃあリュウジからな、やっぱ分からへんから。はい、クリスマスにちょっとジャケット返して。あ、切るよ、うん、あれです、あっちのカメラで。はい、じゃあ、なんて言うんですか、クリスマス。はい、聖なる夜にね。はい、セリフで、セリフ、もう帰りたくないけどみたいな。なあ、お別れのチューみたいな。あ、チューするんすか。それはもうやっぱそこでコメント稼がんと、この番組持たへんからさ。うん、なるほどね。無理、そんなお願いしますよ、ね。はい、じゃあもう時間もないのでパパッと行きましょうか、お手本の方。帰りたくないから入るんですか、あそこのカメラ。え、チュー顔するだけでいいんですか。だから、なんかそのクリスマスに帰りたくないし、うん、その、はい、帰りたくないし、その、なんだろう、クリスマスっぽい感じのなんかセリフを言ってチューみたいな。いいんちゃう、うん、お願いしますよ。はい、パパッと、はい、お願いします。瞬発力大事やで。瞬発力大事っすね、俺考えちゃうんですね、これも。そう、もうこう、溜めたら負け。そうなんですね、うん、じゃあ、まあ普通に、うん、マジ5000行こう、はい、普通に行きましょう、うん。そうやね、あ、もうちょいしたらクリスマスになるね。あ、なんかこれ、アイっておらんなさ。そう、やりにくい。あかんな、わかる。アイル来なさい。アイル来なさい。アイルやったらできるわ。この時間帯やったらみんなちょっとね、アイル期待してる部分もあるからね。アイルみたいなね。アイルもうちょい寄って、ほら。アイル、ちょっと待って、どうやったら入る、うん、アイルにね。うん、ここっすね。じゃあこれ裸なんですけどね。うん、じゃあアイルに、じゃあ。お前、もうここやろ、お前、ここら。ここカメラちょっと、そうそこら辺で、そう、おー、ちょっと顔だけ出して、そう時間ないからはい、やばい。じゃあいいですよ、じゃあアイルはもう女の子役っていう感じで、はい、いいですよ、うん、クリスマス、はい、クリスマス、3人あよっ、俺まだクリスマスプレゼントをもらってないな。はい、え、なに、俺が設定系の、わかった、チュッで、うーふふふ、
これ何？あのイチャイチャ、ね、おい何やねん。いやもうこれはあの俺の完全プライベートにイチャイチャっすか。何やねんそれ。いやいやすいません、あの今のはもうなしなし全然そんな千春くんにあれやん、お手本ならへんよ。いや悪いけど本当無茶振り弱いんすね。 あなるほど。じゃあ次千春が、じゃあカメラに向かって千春行こうな。カメラの方がいい、アイルの方がいい。あれに行かなきゃいけないでしょ。あ、じゃあアイルくんに行ってみますね。アイルがいい。アイルくんからこっちで。アイルと、あ、ふぅー、なんや、不意打ちかよ。なんやねん。こっち行きましょう。はい、あ、痛い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 。いや、落ちてる。落ちてる。落ちてるやん。痛い痛い痛い。早く時間ないから。最後に、チュン。最後、あそこ、あっちですか。うん。いやね。寒い。今日は暑いな。で、あそこ。やばー、なんなんこれ。めっちゃもうやん。ちょ、りょうさん家でいつもアイルとやってるでしょ、ちょっとやってください。いや、やらへんやろ、俺は。俺も時間ないしな。ちょ、だってさ、4850さえ、ね、すごい。あと150人呼んで、あと150人あと5000いったら俺もうめちゃくちゃする、何でもする。5000いって何でもするわ。じゃあアイルとりあえずちょっと中顔しろ、中顔いけ。んアイル中顔いけ、そこで。あアイルの不意打ちに行くんじゃないか。やったアイルもいけ、アイルもいけ。もうかわいい、かわいいなあ。じゃあ行きましょうか。アイルほんじゃこの辺で。じゃあメリークリスマス。おーい、かっけえな。うわー、きっつー。かっこいいな。きっつー、やばいな。でも、ちゃうねん、あんな5000いったら、ちゃんとやるよ。ちゃんとやります。新人さてもだ、言うてもだ、さてもだ、やべえ、4550、いけ。よろしくお願いしますよ。というわけでもう12月も、中盤になりまして、はい、30秒前でございますので、18日、レンジ代表の、バースデーイベントございますので、皆様ご来店心よりお待ちしてます。本日は、坂井亮と千春とリュウジです。お疲れ様でした。また来週見てください。アイル入れよ。はい、もうラスト10秒なんでね。最後のこのラスト10秒でのコメントの走り半端ないから、みんなでさ、ちょっと早いけど、メリークリスマース。メリークリスマス。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。